はい、えー、こんにちは、くんです。えー、えー、今日のラジオ動画です。最近ね、ネタにことつかないね。最近ネタがね、途切れないです。まあ多分これも顔出し動画であげるんだけど、あ、その前にあれしよっか。顔出し動画でね、結構盛況なネタがあってさ、あの、ネタつっつうか、普通に胸クソ悪くて動画あげたんだけど、なんか、あの、なん、まあ、とある YouTuber がいて、で、そいつがなんか、他の、なんか、 ユーチューバーとコラボするときに、そいつの妹がなんかもう有名で、ユーチューバー A さん、ユーチューバー B さんって言って、ユーチューバー A さんが、A さんの動画チャンネルに、ユーチューバー B さんとのコラボ企画としてあげてたの。で、そのユーチューバー B さんの妹の顔に、ユーチューバー A さんカルピスぶっかけて、その、まあ、それだけだったらね、別にカルピスぶっかけてただけだったらあれなんだけど、演出がね、あの、もう、つい気持ち悪かったの。リコンン兄貴がどうどうだこうだことか言ったたりなんか男はななんかパンツ脱げみたいな話をなんか 字幕で書いてみたり、まじ、まじ、普通に気持ち悪くてさ。で、<coughs> うわ、これ最低だなと思って。で、それ動画で言ったら結構盛況でさ。でも、みんなすげえ単純なんだよね。それの動画全然荒れてなかったの。全く。全くそれについて何もみんな、あんまり増えてなくて。あのー、いや、見た瞬間さ、これ、これおかしくねって思って、俺は動画にして。それからなんかちょっと問題視する人が出てきたんだけど、 なんで、なんでみんな、なんか流れに流されちゃうのって思う。あの、多分その、その、その、YouTuberA さんの、その、キッズっていうか、その、信者の人たちは、なんかもいつものノリで下ネタ動画だわ、面白い面白いっていうふうに、な、コメントなんだけどさ、あの、なんていうのかな、なんで冷静になって見れないんだろうなって思う。その、なんかさ、あの、すごい、これ、言葉に、で表しにくいし、 すごい偏見もあるかもしれないけど、その Twitter とかでさ、そういうユーチューバーの人のファンとかのさ、あの、まあ、リプライとか見たり、そのそまたそ YouTuberA さんがまた臭いことしててさ、あの、なんか、<laughs> いじめ、いじめられた子の相談に乗ったらいじめをなんかなくすことができたとか言って、本当に奇跡が起きたと思うみたいなことを言ってて、それに対してマジすげえかっこいいとか言ってて、そのキッズがね、いやー、ないわと思っても、<laughs> <laughs> ナイスわあのーなんか見,見たその本当に偏見だけどなんか B 相感半端なくてさあの B 層っていうのは要は絆仲間地元が大好きで EXILE 聞いてそうなイメージわか,かるでしょイ,イメージわかる絆仲間地元が好きでマイルドヤンキー感持つというとそのまあわかんない人はマイルドヤンキーで調べてほしいの あの、ググッ、マイルドヤンキーとか B 層とかで検索しようし、もともと B 層っていうのは、あの、小泉、あ小泉内閣の構造改革の時に出たその、区分けの話だ,だから、その当時の B 層の意味とは若干ずれてるんだけど、構造改革の話とかもう、あの、もうなく、もう違うし。だけど、そのイメージ的に B 層とか、その、ま、なんだろう、深く物事を考えずに、その、なんか、なんか加藤ミリアの音楽とか、超大好きみたいな。 加藤ミリアはちょっと古いか。うん。<laughs> 要,要は、その、うーん、なんだろう。まあまあ調べて。調べてくれたらわかる。すげえ言葉にしづらいんだ。マイルドヤンキーっていう定義を知ってたら、あーって分かってくれるんだけど、その定義がわかんないと、ちょっとうんってなっちゃうから、まあとりあえずちょっと調べてみてよ。で、あ、もうこれ調べた前提で話すね、ここから。 でなんかそういうな、なんだろう、この、まあ、某世界を旅した芸人の人もそうなんだけどさ、な、なんかせ、なんか、俺はその、一応ゲームチャンネルだったから、ずっとね、ゲームチャンネルでやってたから、その、あんまり、そのファン層って、まあ、ゲーム好きな子とかそういうイメージだったから、あんまりそういうふうに、なんだろう、結構、思わなかったんだけど、本当にちょっと、なんだろう、う小学生とか、ヒカキンチルドレン的な感じの、 こうじゃないんだなって、も今 YouTube 見てる、そうってっていう。なんか、ああいうこうす、すごい感動、感動芸に騙される人たち、その、感動お芝居に騙される人たちがすごい多いなっていうのが、えー、最近のイメージです。皆さんどう思いますかなんか、もし、その、よかったら、共感したかったら、そういう人たちの Twitter のそう、そういうツイート、その、いじめがどうこうとかいうツイートのリプライ欄をちょっとぜひ見てほしいんだけど、まあまあ、 あーって思うと思うよ。あのー <laughs>。まあ、ぜひ見てみてよ。で、まあ、あここから本題っていうね。めちゃくちゃ本題があの長いんだけど、これはね、顔出し動画にしようと思ったから、ちょっと軽く触れるだけなんだけどさ、なんか、そのなんか、チャンネルを、なんかその、まあ、YouTuberC さんという人がいて、ごめんね、もう A さん B さん関係ないっす。YouTuberC さんという人がいてですね、あのー、その人が、あのー、なんか、 動画内で、その、なんか嫌がらせをしてきたリスナーに伝、伝突してなんか、そいつをなんと戦うみたいな感じの、まあ、内容の、あの、ツイート、ザ、動画で、で、それをモザイク、電話をさらしてきたっていうツイートのモザイクをかけ忘れてたみたいで、で、その、モザイクなしのその電話番号を、 っって完全他人だったのごめん、意味わかる意味わかんないかもしんないけど、要は、簡単に言うと、全く関係ない他人の電話番号を晒して、こいつが俺のチャンネルを通報して潰したやつだって晒し上げちゃったの。その、ま、間違って。間違っ、まあ、誤って晒し上げちゃって。で、その、晒し上げられた人が警察に行ったっていう風な話があってさ、もうバ本当バカ、バカんとばか、ばかだ、ほんとばだなっていう。な、なんでそんなバばな動画を作るんだって思うけど、うーん。 しかも、まあまあ、やらせだったわけよ。その、よ、よ、プラス言うとやらせだったの。その、まあ、電話をかけるっていうのも、やらせだったし、その、そういう、その、なんだろう、電話番号も嘘だったし、その相手は仕込みの台本だったの。要するに。その C さんが戦うって言った相手は仕込みの台本だったわけ、ね。で、まあその子は、その、架空請求会社に伝統する動画でなんか人気を博してるらしくて、あのー、まあそれも多分、 まあ、全部台本なんだろうね、おそらく。おそらくだけど。<laughs> まあ、まあ、どうしようもないね。ほん、どうしようもない。<laughs> ほんとどうしようもないね。なんか、本当に迷惑をかける動画って何なのかってよくみんな考えた方がいいと思うのね。あの、まあ、これ、顔出し動画で言う、最後に言うオチのセリフっていうか、まとめのセリフになっちゃうからさ、顔出し動画見,見たい人はネタバレになっちゃうんだけど、あの、なんか、まあ、昔ね、 まあ、おわきちくんって言って、まあ、これもコメントが元ネタなんだけど、その、おわきちくんって言ってさ、なんか、ワンオクロックの C、ワンオクロックはクソだってって CD を割る動画をアップしたりしてたの。で、それで低評価が1万超えオーバーという状況になってて、で、まあまあ確かにね、そのワンオクロックの CD を割ることが、割ることは悪い、悪いことっていうかまあ、その、 他人に迷惑をかけてるかっていうと、まあ不快な思いにしてるっていう点で迷惑をかけてるかもしれないけども、まあ別に、その、なんだろう、実生活に、そのすごい、こう、大迷惑をこむって、損害をこむるレベルではないじゃない。まあ、ワンクロックが好きで好きでしょうがなくて、その動画を見た瞬間もう、何、涙が出てきてしまいましたとか言う人もいるかもしれないけど、 それはちょっとち、なんだろう、迷惑の度合いがそこまでないと思うの。でも今回みたいな、今回っていうか最近起こってる炎上みたいな、あの、なんか他人の電話番号さらしたとか、その12歳の、その子供に、あの、もう20も過ぎた、いいとしたやつが、そのカルピスぶっかけてギャーギャー騒いだみたいな、そういうなんか、そういう、そっちのがよっぽどクソだと思うけどね、なんかそれをなんか、なんだろう、う なんか楽しいものとして考えてる YouTuber、YouTuber のキッズが、なんか本当に、本当に、なんだろう、俺こういうこと言うのすごい好きじゃないんだけど、頭が悪いっていうの好きじゃないんだけど、本当に頭が悪いね。あの、その、見てるキッズとかって。なん本当に頭が悪い。<laughs> あんまりよく、あんまり良くないと思うんだ。俺頭が悪いで片付けるのってすごく、あんまり良くないことだとは思ってるけど、本当にただただ頭が悪すぎるよ、さすがに。 だから、だから、マイルドヤンキーっぽいな、っていう。その、で、そういう人たちが、ね、ちょっと感動的なこと言ってみたりとか、ちょっとなんか、なんだろう、うそれこそ歌の歌詞でありそうなこと言ったりとか、ドラマのなんかセリフみたいなことを言ったりしたら、うわーすごいすごいすごいかっこいいかっこいいって言って、本当に頭が悪すぎ、悪すぎて、もう話にならないっていうふうに、個人的にちょっと思っちゃいました。はい。いや、こんな頭が悪い、頭が悪いって言ったら、ね、ま <laughs> ちょっと、 <laughs> ちょっとあんまり良くない気もするけど。でも頭悪くね。まだどう思うじゃあ。よかったら。よかったら。頭が悪い。頭が悪いかどうかについてよかったらコメントで議論してみてください。はい。マイルドヤンキー感やばくねっていうようなところね。もうコメントでよかったら議論してみてください。じゃあ、バイバイ。